小永谷幸は、日本の観光学者、高知県立大学文化学部教授、元、IBC 岩手放送のアナウンサー、フリーアナウンサー、詩人の小永谷清美は父、東京都豊島区出身、立教大学文学部史学科卒業後、1989年に IBC 入社、IBC ラジオドラマチック競馬中継生の感動、道のクレースなど担当のうち、 IBC を退職。その後、フリーアナウンサーを経て、母校の立教大学大学院観光学研究科に入学。後期家庭終了後、2003年から2006年まで、立教大学観光学部助司を務めた。博士。専門は観光、レジャーの文化研究。余暇開発センター非常勤研究員、矢野経済研究所非常勤研究員。 河村学園女子大学非常勤講師、長野大学産業社会学部助教授、同大学環境ツーリズム学部准教授、目白大学短期大学部ビジネス社会学科、准教授も歴任。2014年10月より、東京大学大学院工学系研究科都市、工学専攻都市持続再生学コースに入学した。ありがとうございます。